はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイってわけでね、今回は、東ビルディングが帰ってきたんですよ。帰ってきたんだけども、ちょっとね、問題が発生してしまいまして、帰ってくる途中に。ちょっとね、左下の HP 見てもらうとわかるんだけど、132って。そうなんです。死にました。まずね、ここでトレーダーに暗い霧がかかってる時にね、トレーダーにアイテムを売ってバイクに乗って帰ろうとしたら、ここを突っ切って見事に落下死しました。でトレーダーに、バイクで行って降りて、こっから穴を掘って回収しに行ったんですよ。で回収して無事帰ってきました。でこのアイテムがあるんで、バイクとかを全部こっちのトレーダーの地下通路に下ろすために、バイクとか持って降りたんですよ。降りて、階段から飛び降りたら、そこに着いた時点で、落下死しました。はい、2回死にました。なので、HP が132までがっつり減りました。藁の上に着地したはずなんだけど、落下死しました。でね、今回はちょっと面白いことを考えておりまして、119かな?フェラルフォード。確か。なので、ここ、切り込み入ってるじゃないですか。ちょっとね、新手のゾンビ対策をやってみようかと思いまして、今回、それを作る動画でございます。でね、まあ、何が起きるか多分思いついてるというか、みんな知ってるとは思う。この様子を見た時点で思いついてるはいると思うんだよね。大体読まれてるとは思うんだけど、ある程度秘密にしながら進めていきます。なので、まず、これ。これが大体の構造。構造図。こうする予定だよっていう。これをちょっと軽く組んでみたんで、こっちに作っていきます。で、3マス。3マスを掘ります。3マスを掘って、4マスがいいかな。3マスでいいかな。こんだけ振ってくれば死ぬよな、ゾンビ。もう行っちゃったね、今。普通に考えてて行っちゃったね。ネタバレしちゃったね。まあいいっす。そういうことです。ゾンビさんを圧殺しよう作戦でございます。これ間違って作ったやつだからいらない。で、しかもアイテムの回収は、販売機方式で、美味しくいただこうという感じでございます。なんで、こうかな。ちょっと待って、これは入れときたいかな。こうしようか。入れればいらないかな。で、こうなって、で、こっちに壁があって、ゾンビがここから来て、引っかかって、ぶん殴ってて、そこに上からドカドカ降ってくる。完璧や!いや、こっちでね、一列だけ残ったのがあったんですよ、崩壊した時に。で、それぶっ壊した瞬間になんかね、あ、これゾンビに落としてってすごく思ってしまって、それがきっかけです。それで、このアイデアに思い至りました。で、この前に、なんだっけな、Z ネーションさんが、ゾンビにブロックを落として倒しているよみたいなことを情報もいただいてたんで、多分それは、単純に自分で設置して落としてみたいな感じだと思うんだよね。この、なんて言うんだろう。多分ね、砂ブロックって簡単に落ちるんだよ。2個くらいで落ちるんじゃないかな。俺の予想なんだけど、あまり逆に見たくないから見てないんですよ。予想なんだけど、こういうことだと思う。こういうことだと思うんだよ、俺の予想は。これをゾンビに落として、ぶっ殺してるんだと思うんですよ。で、それ聞いてて、ああ、面白いアイデアだなとは思ってた。けどさっきここで一列のやつ崩した時に、これゾンビに落としてみたいってすごく思ったんだよ。なんで、やります
新手の全自動ゾンビっていうさ 全自動ゾンビ処理機を作ります、私が。もう、誰も見たことがないだろう。ゾンビ処理機を作って、フェラルホードを受けてみたいと思います。どうなるかは知らない。FPS は多分1に落ちると思う。あれ？あ、まだこれ作ってんだね。そしたらこっち行こうか。じゃあ、こっちかな。これ、ガイアンバー。多分下へ転がり込んでくれると思うんだよね。テストしてないからわかんないんだけど、これ。こんだけの隙間あれば多分下へ転がってくるよね。くると思うんだ。試さないといけないかな。これを、こう。そっちダメ。そっちダメ。コピーして。こう。そういう感じ。そういう感じ、そういう感じ。で、間違って今落ちて来られたら困るから、これも許可して、こっち確定しとこうか。よいしょ。で、なんかフレームかましときましょう。もうちょっとほっといてもいいかな、もうちょっと。ゾンビに掘ってもらえばいいか。そっか、ゾンビに掘ってもらおう、本番で。一番怖いのはね、本番前に崩壊が始まることなんですよ、私今。本番前に始まったらもうたまったもんじゃないから。それを今一番恐れています。よし、これでいい。これで、こんな感じを予定しております。いいよ。いいよ、いいよ。それで、さらに、ここ奥行きあるじゃないですか。私は考えた、さらに。ここに ランプを置いて、どん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 転がってくるようなやつを作る予定です。ピラミッド作らないといけないんだ、うち。どうなんの？横の断面図まず作ろっか。これ崩壊したら俺間違いにされないかな。こういう感じだよね。で、こういう感じ。結構いろいろと必要になるか、これ、フレームが。お高い構造になるかもしんないね。どうしよう。もういっそのことさ、スタイリッシュな壁にしちゃう？このなんて。スタイリッシュな感じの斜め壁にしちゃう？でも、この方式の問題はね、一回使ったら次ができないっていう 再利用不可の作戦なんだよね。毎回やるのかっていう、これ。横に移動しながら。この壁どん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 あっちに向かって移動しながらやるのかっていう話になるんだよね。で、横に延長できる構造にしないといけないな、そしたら。で、一回フェラル受けるじゃん。隣で一回受けるじゃん。隣で受けるじゃん。みたいな。じゃあ、これ最後になんか、いい感じにやっぱ使えるような構造にしとかないといけないね。スタイリッシュに行ったらきついかな。何がきついって、レーバーフレーム大量生産しないといけないのがきついかもしれない。どうしようかな。レーバーフレームが俺の想定量の倍必要になるっていうことが今分かっちゃったから、これで。でもコンクリートだと下から見たらダサいよな。コンクリートっつうか、この角ブロックだと。こんなわけじゃん。こっちは。こっちもこんなわけじゃん。
明らかカクついてますみたいなもんでしょう。よし、スタイリッシュに行きましょう。ここはスタイリッシュに行きましょう。スタイリッシュに行って、その代わりレーバーフレームをちょっと大量受注じゃない、なんていうの、お願いしてこよう。これ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  間違ってね、俺コーナーブロック、これインサイドコーナーを400か500ぐらい作っちゃったんだよね。もう衝撃ですよ。鉄入れとこっか、こっち。石いいよ。鉄入っときなさい。うおい、殴るなし。何を血迷ったか。よいしょ。よいしょ。いいよ。隣でも作っとくか、やっぱり。鉄はね、ある程度ある。ある程度あるから使っちゃっても OK なんだよ。これ、こうしよう。まあ、こんだけ作れば、さすがに足りるでしょう。よし。じゃ、これをどうやってうまく建築していくかだな。崩れないように。で、これが横の柱の位置なんで、こっからいい感じに柱を組んでいかないといけない。1234で柱、あ、ここ柱なの。ここ柱なのね。まあいいんじゃないかな。123、ここ柱、1234では、ここは柱、ここは柱、ここ柱、よし。なんでここにピラーを入れましょう。とりあえず目印側に、ここ掘り進みてえな。3本目左に3進んだところ、12、ここ、1、2、3本目が柱、1、隣が柱だね。よし、じゃ、こっちにちょっと分かりやすいようにピラー立てておきましょう、目印に。よし、くり抜きたいけど、くり抜くのは危険っていう。やばいな、どうしよう。本当にこの建築、耐久度との戦い、耐久耐久度との戦いだね。アドバンスになってないんじゃない？ OK。いつもは崩すの大前提で掘ってるから気楽だけど、今回そうもいかないしな。このラインをどう伸ばしてきて、はい？はい？一段下がってんの？ここ。マジで？まあいいや、これで適当に。なかったことに揃えちゃって、一段でしょう。で、ここが地面合ってる？なんかもう今回ダメだな。建築がなんかすごいスローペースな気がする。俺今怖くて、崩れるのが怖くて。こんなもんで崩れないっていうのは知ってるはずなんだけど。まだまだだね。ここだ。 OK。
しかも録画の時間取ってないっていう。これで通る。次どっち向き？こうか。ここはこれでいいな。この列これで行こうか。この列じゃないか。砂にもブロックってつくんだよね、多分ね。これ間に合わねえかもしんないな、やばいな。間に合わない可能性が出てきて、俺の中で。間に合わせる自信がちょっとね、だいぶ焦ってる。こうだよね。こう来るわけだよね、全部。こいつ邪魔だよね。リペア。なんかいろいろ落としてるかな、俺。で、こいつがドカーって続いて。4で柱、ここが柱。ここが柱。つまりあれがこれ。よし。ほんと変なもの作り始めたな。これ奥まで伸ばすの？奥まで伸ばすの？これ。うわー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 、こりゃ大変だな。これ大変だな。どうしよう。ちょっと待って。これ崩壊させないように作るって大変だね、意外とね。とりあえずここ抜くじゃん。こっち抜いていくじゃん。とりあえずこれ崩れないはずだから。やっても崩れないはずだから。でこのこっちを切ってったら崩れると思うんだ俺今この状態で。だからここまで通すじゃん。こっちをグワーって切ってったら今崩れるんだよ。だからまずこれをローテーションコピーして貼っつけてって、全部八角とかって貼ってって、でここフレーム貼ってくかも。レーバー、レーバー、アイアンバー。ちょっと待って、イベント邪魔。こう掘ったの落ちてるじゃん、多分。よいしょ。なんで、ゴミをしまって、こっちじゃなかったな。こっちでよかったな。このインサイドも使わないでしょ。食べるでしょ。本当にこんな狭い幅でできんのかな。で、アイアンバーのローテーションを
じゃあ、変わっていこうかな。コピーしてからいいかな。こんな感じで貼っていくよ。よし。よいしょ。入り口どうするかっていうのはまだ考えてないです、正直。入り口考えてない。地下から入ればいいやとしか思ってないから。ただ地下がね、少し遠いよねっていう。ここはいいや、ここは。うん、ここまではいい。で、ここさ、下だけ掘ってゾンビに後は掘ってもらうか、別に。ゾンビさんにこっち側から体当たりしてもらうか。え、でもさ、ゾンビが横から掘ってきたらどうする？やっべ、それ考えてなかった。それ考えてなかった、やっべ。ゾンビが迂回してきたらどうするか。ニョーンって掘って。こう来たら。俺アウトだな。じゃあ真ん中に、ボルトドアつけるか。ど真ん中にボルトドアつけたらそこにゾンビ集中するでしょう、きっと。そうしましょう。じゃあ真ん中にドアつけよう、後で。そしたらゾンビはそこを狙ってくれるはずだから。どうしようかな。どれぐらいが耐久するんだろうか、本当に。これぐらいだったら持つよな、多分。砂の耐久とかいまいち慣れてないから。うおー、そこ侍はいいっす。侍は侍に興味はない、今は。これ大丈夫かな、これやばいかな、大丈夫か。ここも今補強入ってるのと一緒か。全然大丈夫じゃん、全然大丈夫じゃん。じゃあゾンビに掘ってもらおう。何のフェラルホード前に、お、今崩壊始まったかと思って焦った。フェラルホード前に崩壊させるんだから、そこでスタートするんだから。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あれ、こっちなんかおかしくね。ん、おかしいよね、こっちおかしいよね。よし、こっちも、よし。オッケー。こっち流し込んじゃうか。オッケー。なんという変な工作をしているんだろうか。でしょう。まあ、ここは準備できたと。次がこの上、この上、ここ、これ下から補強入れていった方がいいかな、もしかして。くり抜きつつ、そうしましょうか。下から入れていくか、裏から。これ本当にフェラルホードの日に持つのかな。こんな感じでしょ。
今日はこいつが持ってる。こいつこっちまで本当に耐えるの。本当に耐えるのこれ。このこっちとこっちの間つながってないからね。心配だったらコーナー入れとけって話。ウェットポール。どっちにいるよ。壊れない位置でこっちでいいか。アドバンスロー。こっちでいいか。こういう話で。俺がこっちでゾンビの死体がコロコロ転がってくるやつを回収すると。本当にこんなんでうまくいくのかな。ちょっと半信半疑だね。だいぶこっち強化しとこうかも。全部これ作ってる時の方がゾンビにやられるよりもリスク高いんじゃないの。でも一回やってみたいよねこういうの。下から作るか。これもコンクリートにしとこう。こっちポールがいいかな。地下との入り口。地下地下地下いっか。ここはこれで、はい、OK です。 OK です。やっぱ三段の方が良かった気がしてきたな。ゾンビここにいたらいいんだけど、ここにいて攻撃したら天井壊さないかな。大丈夫か。ちょっと大丈夫だ。よし。本当にこれ大丈夫なのかな。シールド候補になってるんだけど俺のトンネル作る時のシールド候補になってるんだけど、これよいしょ。あ、待て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 。え、これをコピーして、これも上に貼り付けないといけないんだよね。わかんねえこれ。うわー、これブロックの切れ目がわからんから、どうしていいのかがわからんな。どれがどうなってんのっていう話だよ。ここだ。ここだ。じゃあ、横にライン引いちゃおう。ここで。ここでライン引いちゃおう。こういうことだ。こういうことだ。OK。これで、これ上に乗れるかな。しゃがみ、立てないね、ここでは。これで上に乗れるかだな、俺が。乗れる、よかった。で、この下に本当は、ポールを貼っつけていかないといけないんだけど、どっちが先だ。ってことは縦にで掘っていけばよかったんだ、こっちの下と一緒に。いや、ポール張ろう、まず。
オールハロー。そして柵の内側に俺が入れることによって感じが見えるから、こういう感じなんだねっていうのが分かるから。コピーしなくていいな。コピーローテーション一応しとこうか。よいしょ。OK。じゃあ貼ってこう。よいしょ。足りない。本当はこっち貫通したいんだけどね。隣ね、ここまで伸ばしとく予定なんだよ一応。今後のことを考えて。じゃあ伸ばそうか。今伸ばそうか。こっち。こう。ここはどこ？そこはどこですかってやつだけど、表面に掘ったらアウトだからな。4つ目。そうそう、ボールできてるよ。足りねえ。はい、1、2、4つ目。ここまでOK。で、夢というか飛ばしちゃった。で、こう。お、なんかやっとまともに建築が始まった感があるね。やっと建築始まったかな。で、この上もう空洞空いてるんですけど、お隣空洞空いてるんですけど。で、次が裏取り。違う、縦2でいいんだ、ここ。そうだね、縦2でいいんだ、ここ。こことここでこういくわけだから、この2を掘ってシールドすればいいんだ。なるほど、方法がだんだん成立してきたね。作り方は。どうして。よし。で、1、2、3。これってさ、違う向きの保存できるのかな。ここでしょ。あ、できる。えらい。あ、すげえ、これ超便利。すげえ、これ。同じ素材でも違う方向のやつを、ちゃっちゃっちゃって並べられる。超便利じゃん、これ。いいね。届かない。おおお、落ちた。超便利じゃん。よし、というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしよっかな。後方がだんだん安定したところで。
こういう感じで次回作りましょうね。フェラルホードマンに間に合うのか知らないけど、ここの裏に変なものが出来上がっているとはゾンビには気づかれないだろう。完全秘密工作やん。いいね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 。そしたら次の段も縦にで掘って、この上と下のを組み合わせていけばいい感じに埋め合わせができるんで、いけるね。この方式で掘っていけばシールドできるね。全部トンネルみたいに。よし。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。静止画でした。